ちは。こんにちは。はい。瀬豊さん、はい、やっぱりどこのキャンプに行ってもドラ1の選手注目されますよね。ん？ドラ1。ドラ1。ドラ1。あ、前も出ましたね。そうそう、このドラ1。いや、前出したらさ、はい、この畑田社長って言うんだけど、はい、その人がわざわざさ、はい、手紙つけて、はい、畑田の商品このドラ1を送ってくれたんだよ。あの、我々ね、食べて美味しいって感想だった。めちゃくちゃうまい。これ誰に壊しても、はい、食べさせてもうまいっていう。めちゃくちゃ美味しいんですよ。私も実は先に そうでしょ、食べました。いやいや、今年からドラフト1位の選手には、はい、お祝いでこれを送ろうかなと思ってるぐらい、はい、なんかちょっと考えてんだよね。豊さんが、うん、ドラ1、これ本当に美味しいからね。そうですね、別に宣伝ではないんですけどね。本当に美味しいので、案件でもないんだけど。そうなんですよ。いや、本当にこれはね、本当に美味しいんだよ。実はあの動画で、はい、あのコメントでドラ1注文しましたって方結構いらっしゃって。ああ、そう。そうなんですよ。いや、これはね、うん、うまいんだよ。これね、あの手土産でもいいですしね。そうそうそう、ご自宅で食べるのもよしですけれども、はい、皆さんぜひね、通販で買える。そうそう、はい、いや、この話じゃない。この話じゃない、はい、ドラ1の選手はやっぱりキャンプどこ行っても注目されるんですけれども、はい、やっぱり中でもやっぱり巨人のドラ1、はい、西舘投手、うん、後輩でもあるね。そうですね、中央大学の。まあでも阿部監督に聞いたら、はい、やっぱ後輩だけに、うん、まあ厳しい、うん、っていうかね、はい、まあ、修正点もあるかなっていうことは話をしてたね。実戦日曜日にヤクルトと、はいはい、まあ、オープン戦をして、そこでまあ初登板、はい、で2イニング投げて無失点だったんですけれども、はい、まあ、ちょっと力んでたりとか、うん、まあ、力みからくるその叩きつけるようなバンバンのボールが2回連続続いたりとか、まあ、ストライクとボールとかね、はい、まあ、そういう、まあ、いろんな課題があるけども、まあ、トータル的に言えば荒れてても抑えたというね、うん、結果的にはね、はい、うん、ただ、まあ、力むのもしょうがないし、まあ、結果が欲しい。もちろん開幕ローテも狙ってるだろうし、その力みがあってもしょうがない、うん、まあ、ただその全部クイックで投げたりだとかさ、まあ、特徴はすごくあるんだよね。はい、まあ、各球団聞いても監督さんに聞いても、西舘どうなんですかっていうようなマークのされ方はしてるよ。やっぱり気になってる、ね、いや、もう解説者が先に行ってて、はい、いや、みんな解説者の評判がいいんですけどって言うけども、阿部監督はまだまだその力は評価してるけども、プロとして その修正点、まあ、そういうものはこう考えてるみたいね、うん、まあ、ちょっとボールが見えやすいんじゃないかとか、はい、いろいろ細かくチェックしてるみたいな。その本来の西舘投手というと、どういうピッチャーで、どういうところが武器になるようなピッチャーなんですか？だから印象的にはどういう感じがする？こう力でグイグイ寄せっていう感じではないでしょ。やっぱりみんなその変化球を主体にっていうような、うん、で、まっすぐをパッと投げたりだとか、あれだけの球威がありながら、うん、そんなにこうまっすぐっていうことではないねっていうような、すごいね、今はね、情報が入ってきてます。情報がいろいろ各球団に回るというかさ、まあ、もちろんスコアラーも回ったりとかしてチェックもしてるしね、はい、まあ、丸裸にされるというか、うん、まあ、そういうようなことなんだけども、場に慣れていくっていうのは大切なことで、はい、だから最初投げたからってワンバン叩きつけるとか、うん、落ち着いてくると思うよ、ここから徐々に、うんうん、持ち球でこう相手を打ち取っていくっていう、そういう感じの、まあ、組み立てで打ち取っていくっていうタイプだよね、うん、押して押して落とすとかじゃなくて、さっすっすっとこうかわしていくような、うん、まあ、そんなイメージなのかなっていう。でも困ったらやっぱまっすぐも使えるし、うん、バランスのいいピッチャーだとは思うよ。もちろん先発、本来先発型のピッチャーっていうところなんですよね。まあ、先発は育てるよね。そうですね、まあ、それと他の分野、まあ、例えばピッチャーが持ってなきゃいけないクイックだとか、はい、でも全部がクイックで投げるわけだから、うん、もうそんな心配ないし、うん、あとはやっぱ制球がどのぐらい落ち着いてくるかっていうことだろうなっていうふうには思うけどもね、まあ、どうなんですか、西舘投手、阿部監督は今別にその1軍の今今年ってピッチャー非常に豊富なので、うん、焦って1軍でっていうことでもないんですかね。やっぱ焦るっていうことはないと思うけど、うん、ただ目玉としては考えてると思う。うん、自分の後輩を引き当ててるわけだから、うん、そういった意味ではやっぱり目玉としてね、うん、まあ、今年のジャイアンツというのはちょっと下味違うというふうには考えると、やっぱり西舘が新人王とかね、あ、まあ、そうなってくるとやっぱこうね、うん、A クラスはもう硬いしみたいなことにはなってくるんじゃないの、うん、ただ今のままだと
やっぱりその一軍でっていうのはまだちょっと厳しいのかな。いやもう投げてる姿とか、うん、まあ、そういうものっていうのは多分大丈夫だと思うよ、うん、いやただ結果がね、はい、こうオープン戦がこう煮詰まってくると、うん、まあ、レギュラークラスがもう全部出たりだとか、うん、そうですね、まあ、相手のピッチャーとの投げ合いでどうなるかっていうね、うん、ということはあるけども、やっぱそこまでやっぱ見ないとわからないピッチャーだね、器用なピッチャーだよ、うん、だからそこら辺をどう感じながら投げるかっていうこともやっぱり見てみたいし、うん、だからその可能性としては広がってるっていうか、うん、あとは場に慣れていって力みが取れてくると、どういうふうな投球をし、どういうふうな見え方をするのかっていうのがね、まあ楽しみなピッチャーではあるよね、うん。あと阿部監督はシーズン中に、はい、例えば下でどんなに先発でいいピッチングをしてても、うん、上で上げた時、やっぱ1イニングとか2イニング中で投げてもらってからのっていうその緊張感をほぐすためにもっておっしゃってたんですけど、うん、西舘選手もそのファームからのってなるとそうなるんですか。まあ、なる可能性もあるし、ただやっぱり適性がないって言えば、はい、先発だったら先発で使う、うん、中継ぎだったら中継ぎで使うっていうことは理想だよね、そこら辺は、うん、その負荷をかけて無理させるよりも、うん、っていうような言葉でそういう表現を使ったと思うけども、うん、でも西舘とかはもう先発型のピッチャーだし、うん、それだったら先発で使おうとか、はい、まあそういうふうには俺はなっていくと思うよ、うん、試すだけの余裕があればいいけどな。まあそうですよね、うん、でもそんな試合ってなかなかないからさ、うん、先発だったら先発、中継ぎだったら中継ぎっていう使い方はやっていくと思うよ。ただこのピッチャーは若くて不安だなっていうピッチャーだったら、はい、まあ、1回使って先発に回そうかとか、うん、ということはするだろうけども、西舘っていうのはもう完全なる先発型に育てたいわけだから、はい、まあ、そういうことはあまりしないかなっていうような感じがするよね、まあ、そこも臨機応変だと思うよ。あ、まあそうですよね、言ってもそうです、ね、そうそうそう、だからまあ言ってるだけで実際の使い方は違ってくるかもわかんないよね。うん、そうですね、うん、で今、まあ、先発ローテで確実なのっていうとやっぱ山崎伊投手、うん、菅野投手、まあ、高橋玲投手もねすごくいいピッチングも、まあ、まあそうだな、まあ、いい感じでは投げてたね、はい、してますし、戸郷、そうですね、戸郷投手もいますし、戸郷忘れてたの、一応忘れちゃいけないですよね。あと、まあ、ね、赤星投手なんかもそうですし、メンデスもそうですし、メンデスもそうですし、うん、ってなるとやっぱそこと競争して入っていかなきゃいけない、うん、ってなるとさらにもっとやっぱりこう精度というか、いや、まあ、例えばさ6人しかいなくて6人で回すっていうよりも、7人8人いって8人で回すっていう可能性だってあるしね。あ、そうは分からないけど、はい、だからメンデスもそうだし、グリフィンもそうだし、うん、その2人は10日に1回ってなるかも分からないし、うん、外国人の枠でね、はい、まあ西舘はやっぱ最初はやっぱ先発ローテに入れて回していこうかなっていうのは考えてると思うよ。まあオープン戦の結果次第だけどもね、はい、これはそれは結果も出ないのにさ回してるとさまた言われるから、まあ、絶対やっぱね学罰ってそういう見方されるからそうですよね、ひいきとかね、うん、いやだからお前ちゃんとしないと本当に使わないよっていうことは多分言ってると思うんだよね、うん、阿部監督って結構なところで選手と会話してるから。あ、そうなんですね、うん、だからまあそういう話も西舘はされてると思うよ、うん、だから若子を使うように、はい、ね、若子を可愛さで使うっていうことはないよって、うん、ちゃんとしたものをオープン戦で出さないと使えないよって、うん、まあ本人も分かってるし、はい、まあ、そうしていくとは思うけどね。そうですね、うん、まあ、でもね西舘投手の他にもドラフトで、ね、入ってきたルーキーの例えば又木投手とか、日曜日のヤクルトとのオープン戦でも非常にいいピッチング又木投手されてたので、はい、うん、まあ、そうだね、なんかこうアピールというかやっぱり実戦で使えるっていう、うん、だからまあ、 層は厚くなってるよね投手陣の、はい、その泉も結構面白いしね、うんうんうん、大魔神が言ってたよ。なんて泉は先発でも面白いよねって。え、中じゃなくてですか、うん、へー、だからそのぐらいなんかこう面白いと思う。いい投手取りましたね。いやいや、だから、まあ、8回とかね、はい、いろいろ言われたけどもそれは解消されつつある、うん、ただ抑えの体制がなんかちょっとね、はい、だからそうなってくると抑えを誰にするかとか、はい、じゃあ中川なのかとかさ、うん、まあいろいろ考えるけども始まる前にはきっちり決めたいよね。そうですよね、うん、あとあの日本ハム戦でちょっとケラー投げてちょっと制球定まらなかったりとか、うんうん、っていうのもあるのでやっぱケラーをじゃあ守護神ってなるとまだまだ不安。いやーちょっと厳しいやろうな、うん、まだわかんないよな。そうですよね、うん、
8回は回収されてもこの、ね、守護神がっていうところがなってきちゃいましたね。まあ、そうだね。まあ投手陣は豊富になってきてる、うん、その中でやっぱこう西舘は競争に勝たなきゃいけないっていうね、はい、うん、まあそういうことなんだけども、まあ解説者曰く、はい、まあほとんど口を揃えて、うん、いや西舘はいいねっていう評判は聞いてきた。なるほど、はいはい、じゃあこっからねどんどんオープン戦が進んでいって、まあ力むよな最初はな。最初は、まあ、そりゃしょうがないよ、注目もされるし、まあまあそう、もちろんそうだね、うん、こっからどういうふうにしてねまた精度を上げていくのかも見ていきたい、まあ楽しみやな、はい、はい。